はい、どうも、お疲れ様です。今回紹介するのは、4月11日火曜日21時からの、私とね、ズーム対談をしてくださっている、まあ、岡恵リ子さん。まあ、ココナラというね、まあ、こういったマッチングサイト、ビジネスのマッチングサイトですよ。こちらの方をご利用いただいて、まあ、50代でね、難病抱えてらっしゃって、 本当に寝たきりの状態から月収100万を1年ちょっとで達成された、まあ、岡井理子さんをまたね、お迎えしてお話したいと思います。この岡井理子さんなんですけども、月収100万とかじゃなくてね、まだビジネスを始めた頃、もしくは始める前とかね、そのあたりから皆さんには名前を、おね、ご存知いただいていると思いますけども、それからね、 数ヶ月経って、順調にビジネスが進んできて、出版にもこぎつけて、まださらに数ヶ月経って、またズーム対談でね、お知らせしながら、なんと今日、月収100万を突破したというね、サクセスストーリーじゃないですか、これずっとこの岡井理子さんをリサーチしていて、ファンとしてね、見守ってくださってる皆さんも、きっとですね、まああんまり、月収ってのはね、100万とかになってないと思うんですよ。でも その中で、岡井理子さんは少しずつ売り上げ、影響力を培っていきながら、今ね、こうして再び、ズーム対談に出てくださっている、その中で、月収100万というね、この大台を持ってきてくださったわけです。まあ、あの、即可塾に参加されて、月収100万の方は、直近ではね、3人目ということになりますけども、まあん、ま、でもね、この岡井理子さんの、多分月収100万っていうのは、まあ、本当に、いろいろと不利なところからだったんでね、そのあたりを、どのように、 乗り越えていったのか、非常に参考になる話ばかりだと思います。特に50代半ばあたりの方でね、なかなかチャンスが見出せないとかね、新しい売り上げのきっかけがつかめないとか、どうやって人の役に立ったらいいんだろうかとお悩みの方には、ものすごいヒントになる、そんな1時間になると思います。動画概要欄に Zoom の URL、その他お付けしておきますので、ぜひね、21時から集合してください。よろしくお願いします。それでは、失礼します。